ナムさん、おはようございます。うん、沖縄以来やねん。あ、なんか北海道行ったから、ゆっくり帰ってたよ。あ、そう、遊びに行ってた。あ、遊びに行ったの。そう、ゆっくりじゃなくて全然、バリバリ遊んでたずっと髪切りたいと言ったじゃないですか。前回髪切ってもらった野田さん、野田さんのところまた髪切れます。前髪切った時、まだ1000人とかの登録者なので、うん、野田さんにお礼しに行きましょう。あの動画で初めて100万再生とか言ったんで、せっかくあの行くんだったら、ジムだってもう持って行こうか。アヤムさん到着です。読めます？店名何か。おお、すごい正解です。他に、うん、してるよ。ヤムさん、その伸びきった髪の毛切りましょう。じゃあ行きましょう。あ、お疲れ様です。久しぶりです。こんにちは。いや、よろしくお願いします。いや、本当に野田さんね、感謝してますよ野田さんね、迷惑だったか分からない。かなり伸びましたよ。いやいや、伸びまけんね今日はどういう髪型にされますか？これに合う合う感じで、初心に行った人がこういう美容師に来るっていうのは少ないんですか？いや、全然そんなことないです。あ、そうですか。はい、結構多いです。皆さん、はい、トイレ借りていいですか？あ、どうぞあの時は目標が1万人くらい人が多いと思います。あ、そうですね。すぐでしたよ。トイレめっちゃ綺麗でした。野田さんが髪切ってくれた後、いろんな美容師の方から DM 来てるってナムさん言ったじゃないですか、うん、でもやっぱり野田さんだよねっていうことで、うん、今回もお願いしたんですけど、うん、めちゃくちゃ DM 来てますよ。そうやね、全国各地から、飛行機代出すんで来てくださいとか、すごい。でもやっぱりナムさんから野田さんじゃないとねみたいなお話があって、すべてお断りしました。そうそうですよね。野田さんの動画、67歳ホームレスが久しぶりに表参道の美容室で髪を切ったら衝撃のビフォーアフターになったが、今日の段階で298万再生。本当にあの動画から伸び始めたというかね、うん、登録者も増えて、なんか反響とかありました？そうですね、あの動画を見てくださった方とか、あとはまあ地元の友達とか連絡が来たりとか。ちなみに地元はどこなんですか？地元が熊本なので、こんなところまで届いてるんだな熊本出身で表参道で美容師やってるのは多分野田さんだけじゃないですかそんな、いや、そのいないですよ、熊本出身で。いやいや、俺は失礼です。失礼ですかね。そりゃそうだよ。野田さん、はい、いつも何時に起きてるんですか？9時ぐらい。あ、遅めですね。遅いんですよ。じゃあ今日めちゃめちゃ早起きってことですか？めちゃ早起き。今日まだ寝てるんじゃないですか、この時間。寝てます、寝てます。すいません、本当に開店前にこれでも野田さんのイメージ変わったね。これ絶対さ、ベッドの上でパッパタカでこう寝てるタイプって思って。今そんな話してないじゃないですか。ああ、ごめんごめん。この後左利きで。あ、そうです。なんでよかったですか？いや、あの左の方がさ、スムーズに動いてるなと思って。怖っ。そうですね、まあ、どっちも最初できないんで、まあ、それだったらみんなと同じで。例えば長さん、髪染めるってなると、はい、だいぶ印象変わりますね。めっちゃ髪、でもトレードマークじゃないですか。そうなんですよね。いや、俺もさ、染めたいと思ってる。何色がいいですかね。これ昔はね、グリーンだっけ。グリーンですか。うん、今ですね。グリーンだとそんな違和感ないと思う。ありすぎか、ありすぎるか。そうですね、それを避けたいですね。野田さん、はい、俺男子の年齢は。わー、俺当てる。はい、当ててください。43。違います。45ぐらい。え、わかんない。半日シャワーは入れないんですけど、はい、その場合のエアメンテナンスはどうしてるんですか？入った方がいいですね。でも最近俺、水がいらないシャンプー使ってる。洗わないシャンプーはどうする？美容師さんに。あ、そうですね。あと褒めると思わない。思わないでしょ。ね。今日はこう、こっちをちょっと同じくこう、うん、こうっていう感じです。お
ーシャンのワックス使ってます。あ、そうなんですか。なんでそのワックス選んでますか。いやいや、もらあのサントリーもらえます、ね、すごいいいファンの方多いですね。すごいです。で、これが今会社経営よりもうやめたって言ってましたけど、はい、フェラーリに乗ってきて、フェラーリ決めたんですか。フェラーリフェラーリに乗ってる人がで、俺のファンだっていうことで、はい、で俺が住んでるとこで切り先取った。これで小野助さんとでお姉ちゃん届くかな。やめたほうがいいですよ。え、今回は前より結構伸びてたので、サングラスに合うような髪型イメージして、襟足と横は短くスッキリさせた感じです。これか。おお、YouTuber ですね。こういう感じですごい。これね、ぜひ見てもらいたいと思ってます。すごいですね。今回はもうかなり、ね、収益とか利益上がってるんで、今回はぜひ自分の方から。あ、本当ですか。はい、すみません、これでお願いします。はい、いただきます。ありがとうございます。今日は、まあ、ありがとうございました。ありがとうございます。わざわざ、ね、会見が開けてもらって、はい、ありがとうございます。こんな二人の顔でありがとうございます。次回はじゃあカラーお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すみません、会見前に。ありがとうございました。失礼します。山本さん、かっこいいっすね。いやいや、いや最高っすね、ナオさん。いや、ナオさん良かったっすね。やっぱりだいぶ変わるよ。いや、うん、どうですか、もう自分の気持ちも変わります。うん、で、そ変わったっていうのが、はい、こう行くと前に、はいはいはい、ダンボールいいやつあったんだで、帰りがけの俺、ね、あ、持って帰る、持って帰るつもりだったんだけど、言わんすよ、分かった。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、2度目。ええ、前回が来たのが6月とか3ヶ月、そうですね、2ヶ月弱ぶりとか。そのくらい経ってます。どうでした、ナモさんの髪。いや、いい感じに伸びてたんで切りやすかったです、前回よりは。前回は自分で髪切っちゃってたから。そうですね、かなりちょっと大変でしたね。ナモさん、なんか次回髪の毛染めたいとか言ってましたけど、はい、何色にするんですかね。まあ何でもできるんで言ってもらえれば。かっこよくできます。かっこよくできます。任せてください。じゃあ野田さんのお任せのカラーに。お任せのカラーでしますか。わかりました。今日はあれですね、真っ黒コーデじゃないですね。まあ、ちょっと黄色が入ってますね。ちょっと黄色を入れてきました。アンブッシュとバレンシアガ。はい。さすがっすね。さすがは、モズさんの美容師感がすごいっすね。